どうもトレインです。本日もマリオカート実況やっていこうと思います。よろしくお願いいたします。最初のコースはねじれマンションと、そしてですね、よいしょ、本日はリンク、猫クラシカルクッションタイヤというね、もうこの明らかに見た目からね、ふざけてるね、もうふざけ散らかしてるこのカスタムをね、使っていこうと思います。よろしくお願いいたします。まあふざけてるのはね、実は見た目だけでして、実は性能を見るとね、クソ強いんだよこいつ今日のねサムネとタイトルにもなってると思うんですけど、まあ、実はこんなねいかつい見た目で世界記録が出てるんですよ。実際にどこだったかな、確かマリオカートスタジアムのせちゃんがこのカスタム使ってまあ1位取ってたわけなんですよ。世界記録をね樹立してたわけなんですよ。まあ、なのでね、性能面で言ったら意外と強いっていうね、そういう側面がねありますいやマジで信じられないよね。俺もなんかやばいやついるんだけど、おい停止したいるぞ、やばいのいる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 、危ない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 、どこ行った、危ない、やばいやつがいる、ちょっとね周回遅れのやばいやつがいるんだけどやばいやつがいる、やばいやつがいる、とんでもないやつがいる、なんだあいつ、恨みでもあんのか、恨みでもあんのか、あいつに危ない危ない危ない、絡まれないように気をつけながらしっかりと走っていきます。よしよしよし、さあなんとか耐えながら走ってはいるけど、これは1位に赤コーナー通せそうだから、まあ一発投げておきますか。さあしっかり投げて、お強っ、これクソ強いな。一発この2位をしばいておきながら前出ようかなと思ったけども、赤コーナー引かれるのもあれなので、まあ、一旦ライン外しながらね走っていきますか。さあ後ろ見て、まあ、大丈夫そうかな。初都会行っても、まあ、ブーメランで防御確保できるので問題はなさそうかな。よいしょ、さあこれはしっかりと後ろに投げて、あ間違えた表バナナに出るならあれだったな、交換しなくてもよかったけど、まあまあまあこれでいいか。2位にも、まあ、ブーメラン当てれてるので問題はナッシブルと。さあこれはまあバックスナイプ狙ってワンチャンイン側に飛んできたらラッキーだけど、まあ当たってなさそうだから、まああとは赤コーラ2回耐えきれればってところかな。もう1個多分飛んでくるだろうけど、おっとこれは引かれてなさそうだね。よしチェーンオッケーまあこういうね普通に戦える性能してるのよね。もうありえないでしょもう昔だったら絶対ありえなかったよこんなんでね、前走るなんてでも今のね新環境の時代ならこれが通用するんですよ。さあ第2レース目は SFC のマリオサーキット3でね、このカスタムの性能今上に表示してると思うんですけども、まあこのね性能を見る限りだと、まあ、結構ね今環境で流行ってる性能と、まあ、割と同じ性能をしてるわけですよね。まあ、まとまってる性能にはなっております。まあ、ただですねこのカスタム明確に何が強いかと言いますと、その水中性能を犠牲にする代わりに空の空中の速さをねめっちゃ伸ばしてるカスタムになるんですよ。まあ、今上の方にね表示されなかった、まあ、隠しステータスがまだまだいっぱいあるんですけども、まあ、そのうちの一つにまあ水中のスピード性能を削って、これは空中のね、まあ、空の性能を最大限に生かしてる、そんなねカスタムとなっております。だからねこうスピードなんだろうな、空中の性能がいらなくて ある程度ね直線が多くてまあいい感じにね走れるコースだと、まあ、選ばれているのかなといったところになっております。さあどうしようかな、まあそれぐらいかな多分このカスタムの強いところっていうのは。とりあえず、打開ぶちかますのでしっかりと、キラウラ緑コーラか、ちょっと渋いけどまあ持っていくしかないね。これ持ってて、おおかわいそうに暴れてらっしゃる。いやーこれキラ入れても弱いんだよな正直、1位が近すぎてマジでしゃーないんだけど、まあこうなったらもう最後の最後にサンダー回避を切ってなんかうまいこと上がっていくのにかけるしかなさそうだね。とりあえず被弾しないように警戒したいので、1位のラインはちょっとずつね外して、いやー無理だね、そこでは入れれないね。ただキノコ引いたから、まあ、ごまかしはできそうかな。よいしょ、さあキノコ使ってショトカで1人抜かれるから、まあ3にはなりそうかこれオッケーオッケーオッケー、まあ、アイテム前で食らえたのが功を奏したね。さあしっかりと復帰していきまして、よーしオッケー3位まあ回避こそしてないけどね、まあ、こうやって耐えれる3位になったら全然美味しいわ。よーしさあ3レース目が悪い意地ピンボール。いやにしてもさ絶対この見た目さだってもうほぼ全員がローラータイヤとスカイローラーを履いてる中で、この車高の高さクソ目立つんだよな普通に明らかに悪目立ちしてると思うんだよな。しかも色味も色味でなんかすげえなんかえぐい色味してるからさ余計になんかね。おやー、もうちょっと待って、俺が速すぎてちょっと一回当たっちゃったけど落ち着く。一旦落ち着いて、これはまあ後ろから上がっていきますか。よいしょいやもうこれ絶対いらんことしたらマジで。しかもね、あとここのね車体結構でかいから、なんか変な動きしちゃうと多分被弾増えたりするだろうから、まあ、ちょっと細心の注意を払いながら、まあ、走ること。あー、ちょっとそれは困るね。前出たタイミングで昨日ミドさん取られる。普通に痛いんだけど、まあ、なんとかまだ食らいつけそうだから、まあ、ガツガツ前行きますか。さあキノコ使ってなんとか6には入ってるけど、さあどうしようかな。周りに危ないアイテムは一旦いなそうだから、まあこのまんまもうちょい前走れればなってところなんだけど、よいしょ。さあ一旦キノコ使ってもうガツガツ前詰めていきますか。さあキノコ引いた。さあまた鉄球がやらしいタイミングで来るんだよね。また鉄球がやらしいタイミングで落ちてきて危ない。そのブーメランは当たりそうだから落ち着いて、多分梅餅落ちてったね。よしよしよし。さあなんとか4位には入り込んでるけどアイテムないのでしっかりしっかりとねダブル取っていきましょう。テレサ強いな。このテレサ大事にしていきたいんだけど、いやーもうそれはえぐいわ。そのファイヤーえぐすぎて、さあサンダー回避できたら美味しいんだけど、まあさすがに打たれないだろうな。まあ結構ちょっと被弾が、いやーめっちゃ取られる。さあ手下像が飛んできてるけど大丈夫で、後ろ赤さんってわけじゃない。めちゃめちゃ被弾してる割に4位入れてるからまだマシな方ではあるんだよな。さあ1位がトゲゾウ食らって、さあこっからどこまで詰めれるかだけど、おっとこのサンダーうまくないか。前のキノコしっかりとほじっていきまして、熱っキノさん熱い。さあなんか2位が踏まれてるから当たらないようにうまいことインついていきまして、ほら上がってきちゃったよこのカスタムで。ウィーンと失礼していきまして、さあここはもう負けない。1位がよいしょコインでしょ。だったら裏に何も持ってないはずだから、やばいちょっと壁ゴンしちゃったから、これはもう一旦復帰の待って、邪魔。あーやらかした。まずい、落ち着いて当たれ。なんか1位もなんか敵当たれ。よし当たってる。オッケー。よし。さあなんとかこのままカーブ曲がって、よし1位オッケー危ねえもうね久しぶりに走るとねなんか鉄球分からなくなるんだわいやーでもね1位の人も事故ってくれたおかげでなんとか1位取れたわ。セーフさあ4レース目はリンリンメトロ。ここも打開コースなのでしっかりとね下がって上がっていこうと思います。よいしょ。打開コースっていうのは、強いアイテムをね下から持ってってね一気に上位に上がっていく、まあ、戦術がね刺さる、まあ、コースのことを言います。よいしょ。さあまずはねしっかりとコインもね集めていきます、コイン回収することでマシンスピードも上がっていきますので、しっかりとね、まあ、10枚まで集めていくことが大事になってきます。なんかテレサちょっと気づかなかったな。まあここでアイテム割れなくても、まあ、ここら辺ぐらいからちまちま回しておけば、まあわりかし強いアイテムできてるので、さあアイテム交換して、いや8位だけどそうだね、できれば9位で割りたいけど、多分ここら辺ぐらいでもスター引けると思うんだけど引けないね。日野さん近畿のは結構ひどい目の部類だから、まあこれは早めにアイテム回して止まりますか。さあしっかり止まって、赤さんもいらないね。まあ一旦使っておくか。あんま1位離れすぎてもしゃあないんでね、しっかりと回しつつ、まあそうだな、ここも光りたかったけど、まあ回してればなんとか出てくれるよね。さあ近畿の裏にスター引いた。まあこれはここのアイテムもう諦めて、次のいやーそこ通るのはちょっとね無理なんだけど、まあここのアイテム諦めて、ここだね最後のボックスで割るしかなさそうだね。ただ1位がね結構近いから、まあ渋めっちゃ渋めなんだけど、まあなんとかなるか。ただ2位がキノコ入ってくれてるね。やばい。4がファイヤー持ってるけど危ない。さあキラーもしっかりとかわしていきまして、何そのボム兵は無理。落ち着け。ここで落ち着くのが俺。よしアイテムダブル交換して、結構きつい展開にはなってるけど、ここから戻ります。ここから戻るのが僕なんで。さあしっかりとトゲゾウで1人2人持っていきまして、いやミドさんか危ない。しっかりとここはショートカッティング。もうそのバナナも無理。追いつけ。まだいける。いや、まだいけるか、これ。耐えれるか。なんとか、なんとか。うわ、危ない。しっかりとかわして、よしよし、1人持ってって、もう1人持ってって、なんとかよいえぐい、今の相当苦しかったけど、なんとか滑り込んだ。よし、テクでごまかしたわさあ5レース目が DK スノーボードクロス。なんやかんやこのカスタム戦えてるな。よいしょまあ見かけ直しかなと思ったけど、やっぱ性能がね、ある程度まとまってたら、まあ、どんなカスタム使ってもわりかし勝てるね。さあ緑コーラ引いたのでケツつけていきまして、2位も赤コーラ持ってるけど、それ当たるくないか。ああ、これイン側入られてんのか。大丈夫そうだね。よしよしよし、なんとかすりつけていきまして、これはダブル取っていきたい。さあしっかりダブル取っていきまして、赤コーラは俺ではなさそうかな。よいしょ。さあジャンプアクション出して、ちょっと見にくいな、ちょっと前見にくいな、ちょっと前見にくいね、このカスタムだと明らかにこうタイヤのせいで前隠れてるんだよなさあジャンプ出して、あーちょっとヘイホ結構当たるんだよな。落ち着け、一旦落ち着いて、よいしょ。さあしっかりと体勢を立て直していきます。まあ一回被弾した割にはなんやかんや前走れてるから問題はなさそうかな。さあイカスミ飛んできたけど、まあ全然痛くなくて、さあ後ろ見えねえ高すぎて見えねえよあれバナナ落ちちゃったでかすぎて見えないんだがあ、ちょっとこれ高く飛びすぎてる気はするけど、まあなんとかごまかせてはいるか。よし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 。さあ悪くないよ。ただ結構後ろで結構みんなアイテム割ってるから、サンダーが降りそうな気配がしなくもないんだけども、しっかりね2段ショットかもかましていきます。まあ、着地際に置いてたら結構やらしくなるんじゃないか。さあここは2回飛んで、よいしょ。さあしっかり、いやーサンダー降った。これちょっと2位あたり強そうだねハーフパイプのところでサンダー受けるとね、もうほぼずっと加速したまま前詰めれるから、結構ね1位が苦しくなるんだけど、まあそれ以上に俺の走力があるおかげで全然耐えれてるっていうねよいしょ。さあしっかりとここもミニターボ出していきまして、いいよ、これはダブルアイテム交換したい。さあしっかりと、あぶれ、ジャンプアクション出てないけど落ち着くよ。落ち着いて、さあしっかりとジャンプアクション出す。いや怖い怖い、こぶのとこ怖いっす。マジで前見えないからさ、何が起きてるのかマジで把握できない。さあしっかりとそれでもリスクしっかりと決めていきまして、はい、ここは勝ちです。ここでサンダー食らうのは勝ちです。よいしょ。さあしっかりとここで加速もしてって、ぴょんと飛んでいきまして、さあしっかり綺麗に勝利を決めてって、よーし、チェーオッケー圧倒的独走1位。よし。さあ6レース目は 3DS のレインボーロード。まあ、結構このカスタムで前取ってるから、誰か変えてくれるかなと思ったけど、まあ、誰一人変えてくれてないな。さすがにそうか。さすがにこんなカスタムおふざけにしか見えないよな。あ、いいね、このバナナ熱いね。さあケツつけて、しっかりとね、よいしょ、ミニターボも溜めていきます。よいしょ、オッケーオッケーオッケー。さあ後ろともいい感じにさ空いてるから、このままガツガツ逃げ切っていきたいところではある。ちょっと待って、タイヤがでかすぎてさ落ちそうになるんだけど怖えわさあジャンプ出して、ここはちょっと1枚でもいいからコイン取っておきたいね。さあ赤甲羅が投げられてるので、しっかりとね防いでいきます。まあどうせ次赤甲羅投げられてるね。それは届くか。いやーもうギリギリ届かないしさあ1位これ落ちちゃったの相当痛いんだけど、なんとか耐えれるかな。さあファイヤーボール消えたから、まあこっから前詰めれそうだね。さあそれでもなー、まだ3位か。前が争ってくれたらワンチャンありそうだけど、まあちょっと俺の順位じゃ何もできなさそうなので、このまま一旦まあ順位を固くキープしておきますか。さあしっかりミニターボ貯めておきまして、さあジャンプも出していきます。さあテレサに緑コーラ取られたけど、まあそんなに変わらないかな。一旦ここコイン足りないので1枚でも多くね回収しておきます。さあここのコインも取るけども、前が全然落ちてこないね前が硬いねさあサンダー振った、これありなんじゃない、これ熱いんじゃないの結構。さあしっかりと、よいしょ。さあグライダーで飛んでいきまして、結構前詰めれてるよ。さあしっかりとジャンプ出して、しっかり着地する。いやー、木野さん引いたけどどう、これ前が赤コーラでやり合ってくれたら熱いんだけど、持ってるもんね。もう赤コーラ持っちゃってるもんね。取られてる。まあ、これはパツクンチョで前詰めて、はい、パツクンチョして、よーし、タイターニいやー、もうちょっと前が荒れてくれることを期待したかったけど、まあそれでもね、あんなきつい落とされ方して、まあ2位まで戻れるなら全然 OK だわ。よーし。さあ、おまけの1レースやっていきます。コースはまたまた DK スノーボードクロス。いや、もうさっき逃げ切ったんだから、もうここでももう一度ね、よいしょ、もう逃げ切って勝っていければなと思います。さあ、しっかりまずミニターボ貯めて、うわ、どこ取ってくんの危ないね。さあ、緑コーラ引いたけど、どうしようかな。ちょっとケツ食われて防御なくすのも嫌なんで、一旦ちょっと、いや、押された、めっちゃ押されたけど、落ち着く。落ち着いて、一旦ジャンプアクション出していきます。大丈夫かそれ。近いぞ。距離近いぞ。当たるぞ。オッケーオッケーオッケー。距離取ってくれた。さあ、キノコ引いたね。キノコこれ熱いね。このキノコで、なんとか前出ていければ熱いんだけど、ちょっとブレーキも踏みつつ、まあなんとかライン調整していきまして、ただ1位出られてるからね、ちょっと危ないところではあるけども、まあなんやかんや入れるんじゃないかな、1位には。オッケーオッケーオッケー。さあ、ケツ吸わせて、1位踊り出た。いや、これ裏に防御引いてくれたらこのままキノコ持っていきたいところなんだけど、トゲゾウが飛んできたからもうこれ使えないね。さあ、コインか。まあまあトゲゾウがアイテム前まで間に合ってくれたら美味しいけど、これ間に合わないパティンっすね。間に合いそう。熱い熱い熱い。しっかりとトゲ回避して、いや、アイテムスカすんかい。でも、ライン的にちょっときつかったから、まあ、一旦しゃーないとして、まあ、切り替えていきますか。さあ、ここはちょっと、ぐちゃぐちゃしてるから、一旦うまいこと調整入れていきながら、走っていきます。オッケー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 。なんとか耐えれてはいる。さあ、兵法も当たらなそう。さあ、しっかりと、よいしょ、乗っていきまして、かなり速く走れてるんじゃないの？逆頃飛んできたから、しっかり防いでいきます。いやでもこの距離感基本負けないけどな、2位の感じ。さあ、バナナも引いた。熱い。さあ、しっかりここも着地を真ん中でしていきまして、ミニターボ貯めていきます。さあ、これ最速出てるね。オッケーオッケー。さあ、ジャンプ出していい感じよ。後ろも相当離れてる。よっしゃ。さあ、赤コーラ飛んできているのでしっかりと防いでいきます。まあもう1個ぐらいならなんとかなりそう。さあ、しっかりとミニターボもドリフトも入れて2段ショート化していきます。いいよ、綺麗に、ある程度綺麗に飛べてたらもう全然 OK。 さあ、しっかりとハーフパイプを乗り散らかして、しっかりジャンプアクションも出していきながら、ちょっと汚いけど、よし、チェーン OK まあね、こういうなんて言うんだろうな、可愛げのあるカスタム、全然強いんでね、こういうちょっとでかくてね、でけーくて可愛いタイヤ履きたいなっていう方いたらね、ぜひ使ってみてください。もう全然勝てるんで。はい、ということでね、本日も最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。この動画がね、少しでもいいな、面白いなと思ったらね、ぜひ、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。